しっかり封をしているけど、それでも私の言葉のないお願いが聞こえるの。今日もお疲れ様って言ってくれな。あのセリフが何よりも欲しい褒美だから、何時間経っても2番目に好きな娘はいつも通り待っているよ、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 待っているよ。